さあついに決勝です。優勝するにふさわしいチームがここまで勝ち残ってきました。激闘の模様をこのまま ESTV でご覧ください。中盤のワイドな位置、そしてトップはダルビンです。豪快なシュートでしたが、ボールはわずかに枠の外側でした。味方を使うでしょうか。ここでシュート、キーパーが止めました。ファインセーブでチームを救います。これはあるか。観客からのシュートコールが響く。相手の選手に当たったようですね。ゴール、リバプールが先制点をもぎ取りました。このゴールは価値ある1点ですね。この決勝戦を有利に運べるようになりました。リプレイを見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。最後はドンピシャのヘッド、お手本のようなゴールでしたね。かけてきました。チャンスになりそうです。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。パスが通った。サラーが抜け出します。このシュートは惜しくも入りません。流し込むだけでよかったと思うんですが、ちょっと強すぎましたね。決まっていれば勝利にぐっと近づいたシーンなだけに。伊東純也、見事なテクニックで突破してきました。浮かせてきた。決まった。ゴール。これで同点に追いつきました。決勝戦は振り出しに戻りましたね。追いついた側のサポーターも大喜びです。キーパーのポジションを見て浮かせてきましたね。技ありのナイスゴールです。このコーナーは誰に蹴るか。バーに当たった。ボールは生きています。アレクサンダー・アーノルド、このシュートは大きく横に外れます。リバプールのコーナーです。ここでリードできるでしょうか。さあボールを蹴った。ルイス・ディアス、ファンダイクに渡った。少し距離のあるところからのシュートはボールが浮いてしまいました。遠くから強引にシュートを打ちます。キーパーが止める。サラー、これは絶好のチャンス。キーパーのセーブ。正直今のは入ると思いました。得点を許さないという意思が伝わってくるようなセーブでしたよ。コーナーからエリア内へ。ここはクリアされました。ロバートソン、相手が触りボールは外へ。コーナーキックです。エリア内へ向かうか。ヘディングは枠に行きません。マックアリスター、まだボールは生きています。アレクシス・マクアリステル、アレクサンダー・アーノルドに渡った。サラー、キーパーは外に弾き出しました。
ここはクリアでしのぎます。キーパーのファインセーブがなければ相手に勝ち越し点を献上していたでしょうね。簡単にさばけるシュートでした。守っています。リバプールの選手交代です。中に入れた。クリアしてピンチをしのぎます。サラーがサイドから切り込んできます。ディオゴジョッター、まだ危機を出していません。緊張感がここまで伝わってきそうでしたが、ここで貴重な勝ち越し点が入りました。よく冷静に決めましたね。このゴールは大きいですよ。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。このゴールは監督もかなり嬉しそうです。華麗にかわします。ジョッタ、サラエ、相手を止められません。決まるか。ゴールゴール。これでスコアは2点差です。優勝のかかったこの一戦にチームは大きなアドバンテージを得ました。リプレイが出ます。ここでサラーがディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてサラーのこのミドルシュート、威力もコースも完璧でしたね。高いボールで裏へのパス。ジョッタ、これはいけるか。ゴール。一人で3点目。ハットトリックです。リプレイを見てみましょう。全てはこの突破から始まりました。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。か分かりませんよ。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわしてからのゴールでした。テクニックの高さが伺えますね。